はいどうも皆様こんにちは、グリードです。先月ですね、アクティビジョン様からそのコールビューティーウォーゾーンのランクプレイの先行プレイにご招待をいただきまして、ちょっとアメリカの方に行ってきました。この COD のアメリカ出張ね、去年も含めると3回目になります。今回はね、このアメリカ出張の様子を、まあなんかゲーム配信者のお仕事風景みたいな一部としてね、ちょっと動画にしようかなと思います。なんですが、今回ねちょっと会場の方が撮影禁止だったので、なんかその移動というか、どんなスケジュールで動いてるのかっていうのがメインになってくるかもしれません。で、その実際にアメリカでの先行プレイのその会場の様子だっていうのは、なんかね、去年上げた動画で一本あるので、そちらをぜひご覧ください。今回はね、ウィスコンシン州のマディソンっていうところに行ってきました。だいたい片道ね、15-16時間かかるんですけどもね、非常に長いフライトになります。で、今回のその出張期間っていうのが、移動を含めてだいたい3日か4日かな、今回は。まあ大体3日か4日なんですよ。だから本当に行ってプレイして帰ってくるっていうね、かなりのハードスケジュールになってるんですけど、乗り継ぎも1回で飛行時間もすごく長いんですけどね、今回アクティビジョン様が少しいい席を用意していただいて、いや今回本当に助かりました。全然ね、その飛行機の中がね苦じゃなくてね、非常に助かりました。本当にありがとうございます。そして今乗り継ぎ中ですね。今回思ったのがね、本当にね人が多かったです。その日本の羽田だったけど出発も、外国人の観光客もねすごく多くて、なんかコロナ前にやっと戻ったんだなっていう感覚でした。乗り継ぎ途中ね、ちょっと急がなきゃいけなかったんだけど、大好きなダンキンドーナツがあってちょっと迷ってるところですね。で、次国際線から国内線に乗り換えるんだけどね、さすがにもう、まあ、去年ね3回 COD の出張でアメリカ行って、でもう一回ちょっとプライベートでアメリカ行って、で今までもこう COD の大会とかイベントでアメリカ行ったりしてるから、さすがに慣れたもんですね。現地の空港に着いたら、そのホテルまでのその車をね、アクティビジョン様が絶対用意してくれてるんですよ、毎回。これ本当に助かってます。でホテルに着きました。まあ、今回はねチームメイトもマネージャーも誰もいない、完全に一人なんで、こういう部屋ですけども、一人でもね十分、正直広すぎる部屋ですね。ホテル着いたらね、まずやることはとにかく近くのスーパーとかを探して、まずお水ね、水をゲットしに行くところですね。今回行ったマディソンっていうところは、特に何もなかったというかなかったと言ったら失礼か。いや、うん、なんかすごくね、街は綺麗ですし、なんかその国会議事堂みたいな、日本でいうそういうところがある場所だったんだよね。で、近くのスーパーに水を買いに来ました。結構重たい、そのアメリカのスーパーにしてはかなり小さめのとこでしたね。その日の夜はアクティビジョンのスタッフさんとね、お寿司食べました。揚げてないお寿司ね、ちょっとやっぱお寿司は揚がってないとダメですね。次の日の朝食ですね、まあバイキング形式のね、ホテルの朝食なんだけど、もうこういうなんかザ・アメリカンなね食事、僕すごい好きなんですよね。でいつも飲んでるゴールドスタンダードのプロテインはこういう風にジップに入れて出張の日は、持ち歩いてます。で空港でね、なんかあなたパウダー持ってるって言われて、まあプロテインパウダーなら持ってるけどって言われたら、なんかすげえ笑われました。今回もホテルにジムがあったんで、ちょっとジム少しだけやってきました。 LA の時はもっと広かったんだけど、まあここはダンベルとちょっとね有酸素がある、ちょっと会員的なところでしたけど、出張前にできなかったサイドレイズだけちょっとやって、そして会場の方に移動します。まあ今回会場っていうより、その開発会社のその本社ですね、レイブンソフトウェアっていうその COD の開発を携わってる、まあ、子会社があるんですけど、そちらに行ってきます。今回はその撮影が禁止だったので、前回行った COD NEXT とウォーゾーンの先行プレイのちょっと写真と動画なんですけども、世界各国からそのストリーマーたちを呼んで、この COD のモダン2の先行プレイの時は300人かな、ストリーマー世界から。でその一人一人のストリーマーに 2PC ね、ゲーム PC をゲーミング PC を2台用意して配信できる環境にしてっていうね、すごいセットを組んでいただいて、でこれはウォーゾーンの先行プレイの時の写真と動画ですね。こちらも配信できるようにね 2PC を用意していただいて、本当にありがたかったですね。でイベントを終えてホテルに戻って、次の日の朝帰国ですまた16、18時間ぐらいですの、乗り換えりのフライトで、帰りますという感じです。はい、大体ね、そのゲームの海外出張の時は、まあ、こんな感じのスケジュールです。まあ、移動を含めて3日4日で、まあ、かなり移動は大変なんだけど、僕なんかね、こう、海外にこう一人で移動するというか飛行機乗ったりするの、なんか、
ちょっと好きな感じあるんですよね。このちょっと スリル感があるというか。で、乗り換えのデトロイトの空港で、ポパイズがあったりちょっと食べてきました。これ日本にね、ないフライドチキンなんですけど、めちゃくちゃ美味しい。もう皮がね、あ、衣がね、もうバリバリなんですよね。ちょっと日本のケンタッキーだとなかなかこう食べられないクリスピー感で、ここのチキンサンドがね、あのうますぎて、その殺人事件が起きたりで有名なチキンですね。で、帰りもちょっとねいい席用意していただいて、機内食もすごく美味しかったです。で、日本に帰ってきましたと。いや、この帰ってきた時の感覚すごくなんか気持ちいいです。以上が今回の海外出張の様子でした。ウォーゾーンのランクプレイね、ハセシンとも配信すると思うので、ぜひ見に来てね。皆さんもぜひプレイしてみてね。というわけでお疲れ様でした。